最近朝方は冷えるのでタイマーをつけます。あ、16度だって。寒いね。楽しい。みかん。そろそろ限界でしょうか。一人座りがねできる用のクッションなんですけど剥がしちゃうんですよね、これね。剥がさないでください。これこういう感じで、ちょっとこれ角が痛いかな。大丈夫か。ダメだねこれね、もう入んないな。お姉ちゃんトゥービッグでフィットしないやん。どうしたらいい。大丈夫みさん。はいはいはい、はい、あ、おいしい、おいしいな。トマトペーストはどうかな、みちゃん。トマトいや、トマトおいしいでしょ。
ようございますおはようございますうれしい、楽しい。はあ。もう今ハロウィンの時期なんで、ハロウィン衣装とかね、ハロウィングッズが出てます。なんかめっちゃ可愛いね。海ちゃんにちょうどいいかもしれない。基本的に赤ちゃんのものですね。ミルクパウダー、粉ミルクとかおむつとかは全部普通のスーパーで手に入ります。品揃えもね豊富。あっちおむつ、お尻拭きこっちが赤ちゃんの、ね、粉ミルクだったりとか、あとベビーフードだったりとか、あとこれ母乳パッドとか、そういう妊婦用のものも売ってますね。ふみちゃんが毎日飲んでいるのはこちらです。詰め替え用でちょっとお得大丈夫、買って帰るよ。ふみちゃん心配しないで。季節外れのクリスマスセーター。落ち着け落ち着け。イギリスでは珍しく太陽が出てきたので、ちょっとお出かけにね行きたいと思います。イギリスにはですね、日本のような児童館がないんですけれども、あのライブラリーとか美術館とか、そういうところで赤ちゃんのなんかクラスみたいな無料でねやってくれてたりするんですよ。で今日は2週間に一度ある美術館での、プレイグループに行ってきます。楽しい、海ちゃん。
どうしたの？起きたの、海ちゃん。どうしたの？私のお友達が書いてくれた絵本なんです。これをですね、毎日海ちゃんに読み聞かせてます。ちょうどサイズも大きいし、絵もね大きくて可愛らしい絵なので、子供が引き込まれやすい絵だと思います。おにぎり食べすぎて、That's not my シリーズって言って、こちらではですね、すごくまあ王道な絵本なんですけれども、こうちょっと触れる感じになったんですよね。いろんな素材が組み込まれてる触れる絵本になってます。 That's not my fairy has slippers are too bumpyAbba,